ガチャポンか。あんまり東海には馴染みないな。あるにはあるはずだけどね。いや、CM 長いとし、ね、おーこ、ガチャポン、ガチャポン、ね、ポンよく出る。愛知にあるのかな、確か。あるかもね。マルハンもあるし、ここ暑いね。やっとく？これはもう、軽縄どうだ、うん、よし、いいよ、乗っちゃうよ、はい、最初はグー、じゃんけん、チョキ。お、はい、ちょっと三重県近づいたんちゃう、これ。何せんか知らんけどね。これでも一気にいけるよ、うん、で、一回乗ったらこれは多分しばらく続くから、はい、で、こうなると、うん、そうそう、キッシーさんには有利な、はい、うん、流れになります、はい、こういったところに入った場合、いわゆる本線合流みたいな形になるや、高速道路タイプのところの場合は、うん、キッシーさんが勝ったら出てく、はい、うちが勝つか、うん、あの愛子だったらそのまままっすぐ行くから、はい、うん、ただあのインターがあの加速車線の方、うん、追い越し車線の方にある場合はうちが勝ったら、うん、あのそのまま降りる、あ、はい、うん、でキッシーさんが勝つか引き分けたらそのまま その本線をそのまま走るっていう、うん、そういうような感じのルールになっております。あ、予想なんですね。今思いついた今思いついたんだ、うん、でも話しながら一生懸命それっぽいルールを考えたでもまあそれっぽくない、うん、でそれやったら結構本線がそんなに外れる確率少ないし、はい、3分の2、うん、ね、うん、これなら高速に乗ったりした時にもまあまあまあ楽しめるんじゃないかなと。ただこの道は言うてそんな幹線じゃなくないかなっていう、うん、普通の国道なんだね、うん、5カ所全然ピンとこない。5カ所番しか監督やんけど絶対ないよな。大竹ガスきっとあれなんやろね、都市ガスじゃなくてここら辺一帯は全部この大竹ガスが持っとるんやろな、この住宅街は、うん、じゃなきゃこんなでっかいの建てりやんやろ。 LP ガスやと思うで、ね、ちょっと住宅地をちょっと侵入してみてくるガスあるかなって、怪しいなってレベルじゃない、犯罪やまあしばらく道なりで行きますわ。何がすごいって全く先が見えやんことないよな、はい、もう今方向もよくわかんないよね。あ、今一応三重方面向いてるよ、だいぶ。本当に？あ、これはだいぶあの三重方面に向いてはいる。あ、このまままっすぐ行ったら通あたりになるぐらいの色やな、うん、なんか東向いてるんじゃないかなっていうのはわかるけど、なんか確信が持てない。これ国道じゃないんだ、県道なんだ。はい、中和幹線どこぞどこを結んだ中和になるの。どういう字書いてた中和、うん、あの中和するの中和やった。なんか都市がこの辺りピンと浮かばんでいくのね。もしかしたら和の字はあれかもしれんけどな、大和かもしれんけどな。あ、そっちか、うん、中大和かもしれん。あ、ちょっとね、うん、三重県でいう北西中西、うん、これ、あ、うん、フィットネスか。ここも結構あのいろんな犬系するので有名だよね。増えたね、なんかツイッターでバズってたのはなんか、うん、なんか和食佐藤を犬系した佐藤、うん、フィットネスがあった。まあフィットネス増えたもんね、本当に。俺絶対フィットネスには行くことないのなと思っとるもん。だって今の現場がフィットネスクラブみたいなもんや、うん、毎日この無職期間だけ入りたい、うん、どうして金を使う方向で行くねんもっとほら金を稼がんと思うんだって、うちのあれだよ、現場の先輩に言われたのか、ここはお金のもらえるフィットネスと思えばやる気が湧いてくるよって。おお、
流しにくいことやってくれるの。シンクロタイミングが確かに悪いよね、ここ。そろそろですか。やるか、はい、最初はグー、じゃんけんパー。勝っちゃったね。はい、あなた勝っちゃったね。かわいい、かわいいってどこ、うん、まだかわいいっていう自治体はあります。かわいい町ってあったっけ。ある、はい、言ってた、恐れてたみたいになりつつあるけど大丈夫かいこれ。さっきから俺左折しかしてないぞ。あ、でも米だな。あ、真ん中で切れてんだ。変わった交差点だね。最初はグー、じゃんけん、チョキ。もう一回いこうか、はい、最初はグー、じゃんけん、パー。元に戻るだけじゃないか、これですね。工業農協前、ここね。なんかもう似たような風景になってきた。似風景とか同じ、ほぼ同じところずっとぐるぐるしてるだけだから、今こうやってナルトを描くようにくる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 左に曲がってるだけだからな。何のマークなんだあれ。あの長小っていうのはあのマーク、はい、あ、ガーレコ。そんな感じの印象だったかな。うん、あ、確かに言われたら確かにそんな感じだね。思いっきりニュータウンみたいなところに入ってきたね。すごいね、駐車場の設置の仕方が独特だね、うん、ここにまとめてなんだ。自分の家からあれマンションまで灯油運ぶとかってなったら大変そうだな。あ、ちょうど工業町と柏市の境目なんだね、ここ。あ、駅だね、駅だね、駅だ。何駅だ、この辺りってなんだ、 JR か、 JR 浜線、浜線じゃねえか。あれ駅じゃないね。駅じゃないか。駅じゃなかったです。ただのニュータウンか。はい、ニュータウンです。あ、本当にあの柏の、うん、もう市街地というか、うん、市街地なんだ。やべえよ、そんなこと言っとったら今のところじゃんけんでどっちか勝たなきゃまずかったかもな。あ、かもね。ゾーン30はやばいぞ。幹線道路には絶対についてはいけない文字やからね。あ、あのネタバレするとね、うん、あの一応なんとかなります。なんとかなる、道なりにきゃなんとかなる、道なりにきゃなんとかなる。よし、よいよいよいよ、そういうネタバレ全然いいから、はい、うん、今回の旅、うん、どうせ俺があの行く方向決めれねえんだから、そのハンドルを握ってるのはじゃんけんだからね。じゃんけんの神様だからね。まあ、これすげえ迷走しそうだな。